はい、下げすぎな元新潟人の飲酒動画です。今回は、生ビールですね。サントリーのプレミアムモルツの、マスターズドリームの、ムロカ数量限定の、ビールです。これなんかね、以前紹介したような気がするんだけど、どうだったか忘れました。ザ・プレミアムモルツはマスターズドリームのムロカ、多重層で濃密、ムロカならではのまろやかな味わい、原材料が麦芽とホップ、アルコール度数 5%、 容量が 305ml で、値段が250円ぐらいだったかな。なんか飲んだ記憶があるんだけど、どうだったかな。まあいいや、とりあえず飲みますか。多分数量限定って書いてあるから、それは乾杯。プレミアムモルツもいろいろ出てきたね。風呂上がりに飲むビールはうまいぜ。なんかね、あの苦味が若干あるんだけど、すぐ消えて、キレが、マスターズドリームのムロカ。発売日が2016年の7月の26日って書いてあるから、数量限定新発売だから大丈夫だな。多分まだ紹介してないわ。今日28日なんで、2日後です。発売して2日後なんで、大丈夫だな。コンビニ限定となってます。マスターズドリームムロカとは、熟成を終えたマスターズドリームをムロカのまま、瓶詰めしたもので、多重層で濃密な味わいはそのままに、ムロカならではの丸みのある甘みと心地よい余韻をお楽しみいただける中身に、仕上げました。あ、うまい。あのね、スーッと入ってくる感じで、なんかね、なんつうかな、粗くないんだよね。ものすごいまろやかな感じ。口当たりがすっげえな、滑らかで、こんな感じやね。マスターズドリーム。うまい。普通のマスターズドリームよか、多分、まろやかなんじゃねえかな。まあ、多分だけどね。あんまり、どういう感じかって言われると、あれだけど。まあ、プレミアムモルツとかに比べれば、全然、口当たりが滑らかなのは、はっきりわかる。それでいて、重いかな。ちょっと重厚な感じ。
いや、重厚っつうか、どうだろう。でも、口に入っていく感じはすっげえまろやかっていうか、ほとんど、すっげえ口当たりがやっぱりまろやかなんだよね。スススッとなんか、滑らかに入ってくる感じが特徴ですかね。まあ、美味しいです。ということで。コク。まあ、コクはそんなに感じないかな。甘みは結構あるけど。結構甘いかどうかっつうと、まあ、そんなに苦くないから、甘いし、なんか、そもそも炭酸が弱いっつうか、喉越しが弱いっつうかね。喉越しが弱いんで、というより炭酸が弱いから喉越しが弱いんじゃねえかな。それで、だからまろやかなんだ。3444で少しありがとうございました。